兄ちゃん、来てくれたんだ。ねえ、ちょっとだけお話ししたいな。もちろんいいよ。あのね、私、怖い夢を見たんだ。怖い夢？うん、世界の全部が私のことをわからなくなっちゃう夢なんだ。どれだけ呼んでも叫んでも誰も気づいてくれない一人ぼっちになっちゃう夢。変だよね、お兄ちゃんやみんながいるのに。絶対に一人になんかしない。だから大丈夫だ。うん、ありがとうお兄ちゃん。そうだよね、お兄ちゃんがこうやって会いに来てくれるもんね。それにね、私の妹たち、チキたちが歌を運んでくれるときは世界とつながってるって感じるの。私の体は妹たちが運んでくれるパフォーマーでできてるから当たり前なんだけどね。だったら俺も曲作ってみようかな。え？チキがもっと世界とのつながりを感じられるように。本当に？本当に作ってくれるの？うん。うわーい！約束だからね。任せてくれ。俺に力を貸してくれ！なるほどな。大成功。どの衣装に着替えるの？ちょっと待っててね。お待たせ。どの衣装に着替えるの？ちょっと待っててね。お待たせ。どの衣装に着替えるの？ちょっと待っててね。
え？うん。そうだ。けど。いつき？なるほど。うん。嫁ピー、また見なくなっちゃったな。そうだね、あの人だけじゃなくて他のピーも最近曲作ってないみたいだし、そろそろチキも下火なのかもな。そうね、最近チキ界隈元気ないしな。またクラム、どう思う？ああ、ミラージュが絡んでいるのかもしれない。チキに供給されるパフォーマーが減ったせいで悪夢を見たのだろうか。もしミラージュ絡みだとすると、怪しいのは106か。ああ、以前チキ嫁 P があの場所に迷い込んだこととも関係があるのかもしれない。行ってみよう。いつき、かすかだが、チキ嫁 P の気配を感じる。わかるのか？あの少女も強力なパフォーマーを持っているからだ。それほどのパフォーマーだ。狙っているミラージュがいてもおかしくない。先を急ごう。不意打ちに気をつけろ。敵だ、一気に決めろ。感じた気配はこの男だったのか。やはりこいつらのパフォーマーはわしによく馴染むわ。
思わぬ広いものをしたものよ。こいつ他のミラージュと違う。なんだこの感じは。チキ、いや以前戦った社の偽物に近い。まさか龍石。あいつ一体何を。わしの気が勝利の予感に逆立つ。わしこそが無敗の将。こやつらを救いたくは見事この首取ってみせ。気をつけろ、イツキ。あのミラージュ、かなり手強いぞ。だとしても引くわけにはいかない。行こう、クロム。わしの手が勝利に沸き立つ。すごい威圧感だ。だけどバチカで繋ぎなさい。しびれろ。これだな。ライブスタート。任せるわ。手伝って。畳みかけろ。もう一撃よろしく。任せろ翼ちゃん。絶対決めるね。決まった。奪ったパフォーマー返してもらう。助かった。怖いけど負けません。それいいわよ。頑張ります。痛いですよ。決まりました。まずは俺がこの日を逃すぞ。つないで。任せておけ。やれ。任せて。今だよ。やり行って。まだまだ。いいぜいいぜ。ええ、分かってる。どうかしら。それで弱点を攻めろ。絶対レード体験してる。やったわ。俺から行く。よろしく。私だってお願いします。任せておけ。行け。ナイスコンビネーション。くっそ。わかったの。わかったの。ここまでみたいで。そんな、キリアさん。これだ。ありがとう。倒されてください。ちょっと、よし。ちょっと無理かもです。引かない。お願いします。俺の出番が遅すぎるぞ。俺の前に立ちふさがるか。承知したよ。かわせると思うな。そんなことを。まずは私から。次は作ったわ。絶対決めるね。一緒に行きましょう。続きます。お待たせしました。おりゃあやり。そんなことを。呪いの効果が出るまでもう少し。その頃には倒してそうね。わかんないわよ。やるだけやってみる。これこれね。まずは俺が見せてくれ。繋ぐぞ。あとは任せた。もう一撃。次は作ったわ。行きます。おりゃあスペラン。私だって。あれ？無理はせず、俺に任せ。いい感じ。切り刻んでやる。見抜けないと思ったか。まあ、私から行くよ。そうね。どんどん行こう。続きます。あれ？次、いただき。いいぜ、いいぜ。まだまだ。まずいな。こっちだ。エクセレント。
その技では効果が薄いぞ。特訓の成果を。とどろけ。ついてこられるわね。お願い。ギャリ。次は作ったわ。もう一つおまけ。守りちゃん、続きます。任せろ。よし、一件落着かな。俺の技、今の樹なら使いこなせる。私の秘術、キリアだけに。俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。ここは一体。新曲作らなきゃ。大丈夫？よかった。あ、親切な人だ。また助けてくれたのですね。どうもありがとうございました。いえ、お礼にドーナツ差し上げましょうか。ああ、それはもういいんだけど。じゃあ私はどうすれば。あ、ヘッドホンはあげませんよ。俺に作曲を教えてくれないかな。そんなことでいいんですか。親切なばかりでなく無欲なのですね。それならお安いご用です。早速カフェでやりましょう。ありがとう。それじゃあ一旦安全な場所まで案内するよ。どれだけ親切なんですか、あなたは。え？ですがそれには及びませんよ。一度来たことがあるので一人で帰れます。あ、とりあえず残った人を渋谷に返さなきゃ。いつき、これを見ろ。流石のかけらだ。かけらと呼ぶには小さすぎるが。もしかしてこれってチキの。おそらくそうだろう。飛び散った小さな破片があのミラージュの手に落ちたのだろうな。これがあったから奴は彼らのパフォーマーを効率よく集め効果を倍化させていたのかもしれない。だったら後でチキに返してあげよう。そうだな。
あ、来ましたね。無欲かつ親切な人。俺、青井いつきって言うんだ。名乗るの遅れちゃったけど、よろしくね。そうなんですか。では、早速始めましょうか。とはいうものの、何をどう教えたものか。だいたいいつもシュピーン、パシャーって作っちゃうので。シュピーン？あまずは歌詞を書いてみたらどうでしょう。曲が作りたいということは、何らかの思いを届けたいということですよね。その相手を思い浮かべて書けばいいと思います。なるほど、やってみよう。次は曲なんですが、どうしたものでしょう。まああれです、大事なのはノリです。いい感じにやってみてください。もうちょっと具体的に。これだって思ったフレーズができたら、それを引き立たせるように周りを固めていけばいいと思います。やってみるよ。こんな感じかな。いいんじゃないですか。よくわからないんですが。そんな。そんなもんですよ、曲なんて。正解なんてないんで。でもチキに対する思いみたいなのは伝わってきたんで、きっとこれはいい曲です。まるで実在のチキに語りかけてるかのよう。痛々しいまでの妄想力の使い手ですね。私ほどではないですが。早速アップロードです。全世界の人にこの恥ずかしい曲を聴いてもらいましょう。ちょっと待って、これ一番最初に聞かせたい人がいるんだ。そうなんですか。リア充なんですね。爆発すればいいと思いますが。で、とにかくありがとうね。これならきっと喜んでもらえると思う。よくわからないんですが頑張ってください。親切で無欲で痛々しいリア充の人。どうかな。ありがとう。私、お兄ちゃんと世界とつながってる。ありがとう、お兄ちゃん。よかった。あ、そうだ、あとこれもイドラスフィアで拾ったんだ。
あ、触れる、触れるよ、私お兄ちゃんに触れる。実体化したのか、一体どうして。わかんない、きっとお兄ちゃんの気持ちがこもったこの曲が奇跡を起こしたんだよ。今ならもしかして。うん、とりあえずどうする。あのね、私本当のドーナツ食べてみたい。それとね、外の世界を歩いてみたい。あとね、全部やろ。いいの？任せて。じゃあ、あとね、ライブやってみたい、みんなみたいに。任せて。それはよかった。これがみんながいつもやってることなんだね。アイドルデビューしちゃいなよ。さっきのライブすごく良かったし、チキなら人気出るんじゃないかな。これからいろいろやってやりたいことを探していけばいいんだ。ドーナツもとっても美味しかったしね。他にも美味しいものあるよ。ドーナツだけじゃなくてね、いろいろ教えてあげるよ。ありがとう、お兄ちゃん。でも、ごめんね、無理みたい。チキ？もう時間切れ。そんな。今日は楽しかった、幸せだった。お兄ちゃん、私のお願いいっぱい聞いてくれてありがとう。そんな、楽しかったってなんだよ。せっかく外に出られるようになったんじゃないか。ごめんね。消えるな、チキ。消えないでくれ。
キ！チキ！なんかごめんね、気づいたらここに戻ってたみたいで、あのちっちゃな流石の効果が切れただけだったみたい。俺てっきりチキが消えちゃったのかと。わ私にはまだここでやらなきゃいけないことがあるもん。そう簡単にはいなくならないよ。この世界の人間はな、ああいう消え方されたらいなくなっちゃったって思うものなんだ。心配かけちゃってごめんなさい。でも本当によかった。本当にお兄ちゃん大好き。ん？うん、なんでもない。